そうそう、それとね、総務省と、NTT の澤田社長の、面談ね。面談しか、その会議ね。まあ、高級店っていうの。まあ、その、盗聴されんようにやけど。で、うちは知ってるからね、何が話されてるかっていうの。で、リークするけどね。知ってるからやで。もともと知ってるからやね。なんでかと、そう話しなさいって、今じゃないけどね。指令をしたからかつて。だから知ってんね。あの話やなって大体わかんない。あ、大体わかるだけで。あ、多分あれやなって。このタイムなら、あれ、お願いしてたあれやなっての思い出すだけ。全部そうだ。政治家に関することも。そういう意味、そういうリークやで。当たってるやろ、ちゃんと。な。で、まあ、それ以外のこともそう。宗教家に関してもそう。ね。で、まあ、経済とかはちゃんと勉強してるからね。ちゃんとってね、ちゃんとじゃないな。仕事上知らなあかんかったから。だから仕事まみれで勉強して。だから現場で勉強したわけ。現場からの勉強論みたいな感じでね。うちの経済論はね。ね。さて、じゃあ澤田社長が総務省と何喋ったか、総務大臣たちと何喋ったか、あれ野田さんや高橋さんと何喋ったかって言ったら、実はイスラム諸国、まあ、かっこ EU が、おつじあまは、要するに女神アンラーに対して、変なことしてるやつのリストよこせと NTT に言ってきてますがってことやって。で、大丈夫ですか自民党さんってことやね。なんでかって言ったら、うちに対してなんかご意見のある方、自民党にどうぞって言ってるやろ。だから、澤田社長は自民党に聞きに行ったわけ。それが面会やね。高級店だ。こんな盗聴されたらあかんの。だから高級店でやんねんで。その共産党政権になっても盗聴されたらあかんから、もし仮にな。共産党政権であろうが、高級店でやりますよ。でしょ？共産党政権だったら別に官邸とかの中で堂々と会えるから。誰も文句言えへんや。ところが今、民主主義の場合は、官邸でいろんな人と会ってたら、それこそ、ね、何やってんのっていう話になんねんで。なんでじゃあ、そんなお店と会うんかって、そう見えん。また霞が関がリーク大好きやから、それもあんねん。いろんなリークは、霞が関がリークしてんねんで、実は。な。それも勘案して、高級店であったんだ。だから、仮に野党連合が政権取りましても、高級店で密談するはずよ。霞が関に聞かれないようにやね。いや、簡単に聞かれるから。官庁、いや、官邸とかでやったら簡単に聞かれちゃうやん。どんな役人に聞かれてるかわからんやん。全部の役人が一人残らず、一人もスパイじゃないですっていう保証はない。それは当たり前やな。ましては民主主義、自由主義の国家で、一人もスパイいないっていうのが絶対ないから。官僚であれ。わかった？じゃあ、高級店でやるのが安心やね。なんでか。って言うたら、それは、格のある店やから。ね。でしょ？それは、最後に気持ちが使った店とかね、そのとこで やるやったら、格ありすぎるけどな。でしょ？そうやったら、もう、ね、北大路欣也じゃなくてね。北大路締めのが。北大路締めのって誰？